はい、皆さんお元気ですか。ブラジルサンパウロ在住ギタリスト金田昌司です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ついにやってまいりました、金ブラチャンネル、待望の対談シリーズ。はい、この回ではですね、ゲストをお招きしていろんな話をしようかなと思います。はい、今回第1回目です。早速行ってみましょう。とその前にですね、このチャンネルではですね、主にブラジル音楽を中心にいろんな話をしております。あとブラジル音楽関係ない話もしてますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。画面右下の金ブラチャンネルマークを押してもらったらすぐチャンネル登録できます。あとツイッター、インスタグラムもやってるので、よかったらフォローお願いします。リンクの方概要欄にあります。はい、では早速行ってみましょう。はい、ついにやってまいりました、この回が。スペシャルゲスト来ていただきました。ブラジルサンパウロにあるお寺、総統宗の田原良寿副住職さんです。どうもー、仏心寺、総統宗の仏心寺の田原良寿でーす。どうもよろしくお願いします。すごい、もうガンガン来ますね、いきなり。いやいや、やっぱなんかテンション上げていかないと。さすが。そう、 YouTube たまに見るんですけど、僕いろいろと、はい、で、翔さんも見てるんですけど、はい、最初やっぱテンション上げていって、こういう感じでいかないと。重要っすね。もう大事ですね。はい、僕のこの金ブラチャンネル、だいたい暗いんですよ、始まりがね。ネクラチャンネル、ネクラチャンネル出ました。陰で呼ばれてるんですけど、はい、だからお坊さんだと基本的になんかこうネクラみたいに、ネクラというんですかね、なんかちょっと暗いというか、なんかこう落ち着いたとかっていう。そうですね、まあダークサイドの人間は。ダークサイドっていうのはそれはちょっと違いますけど。まあそれは冗談ですけどね。うん、まあまあまあ、はい、はい、はい、そんな感じで、本日はスペシャルゲストに田原さんをお招きして、まあ特にお題決めてないんですけど、なんか貴重な話できたらいいかなと思ってます。はい、まあ僕のチャンネルでたまにというか、わりかし頻繁にですね、総統宗のお寺について僕、知らんうちに話して、まあ話してってほどでもないんですけど、お世話になってるっていうので露出度高めなんですよ。あ、そうですね、チャンネルでは。いや、僕の方からも宗さんの方に、はい、お寺の方で演奏してもらったりとか、まあこれまで3回ありましたよね。そうですね、イベントね、3回やらせてもらいました。1回2019年の10月ですね、1回初めてやって、はい、そうそうそう、あれが一発目で、結構あれ反響があって、あれ100人ぐらい集まりましたよね。100人ぐらい、そうですね、120行きましたね、なんだかんだ、はい、あのライブ、あの反響がすごい良くって、やっぱりあれをライブ配信してないですか。あれはね、あの時ライブ配信しなかったんですよ。いやあれはちょっとやりたかったですね。そうなんですよ。ちなみに総統宗さん、ライブ配信とかにもすごい長けててですね、毎日のお勤めとかもライブ配信、Facebook でやってます。僕が忙しくなければやってますんで、またそれは概要欄の方からちょっと、はい、Facebook のリンクの方貼っときますんで、お願いします。皆さんフォローよろしくお願いします。インスタもやってますんで、よかったら、あ、インスタも、あ、ぜひぜひ、概要欄チェックしてください、はい、お願いします。はい、そんな感じでね、なんか僕が昔持ってたお寺のイメージとは違う感じというか、お寺ってこうなんかすごい荘厳というかね。まあそうですね、だから人が荘厳って、人が集まって何かその仏様にお祈りをしたりとか、あ、まあ、心静める場所っていう、そういうイメージっていうのは、多分日本にいらっしゃる方っていうのはすごい思ってる人多いかなと思いますね。だからお寺の本堂でライブとか、その僕ね、友達とかに招待状送る時、お寺で本堂でライブってよう言われてね、すごいなんかみんなもう晴天の霹靂じゃないですけど、あ、そんなにですか。ね、イメージだからないんですよ。そんな、確かに、そんなっていうか、まあ、うん、なんていうんですか、そんなこと、そんなお寺で、まあ、でも例えばやっちゃうのみたいな。例えばその庄司さんの場合はあれじゃないですか、ロックとかパンクとか、あ、ヒップホップとかじゃなくてジャズっていう、ね、そうですね、そういうカテゴリーじゃないですか、うん、でそれを考えた時に、私もそのパンクも聴きますし、ロックも聴きますし、うん、ね、ヒップホップだって聴いたりもしますけども、はい、やっぱりお寺っていうところで、まあその最初皆さんの思ってるようなイメージ、
あのお寺ってこう心落ち着ける場所であったりとか、うん、祈る場所であった時にそのジャズっていうのがすんなり入ってくるんじゃないかなというふうに思って、そう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 、なのであのその最初庄司さんからこうできないですかみたいな感じ言われた時に僕はもう2つ返事で2つ返事で、ね、もう早かったですね、ドーンもうやりました、メールを見て5秒後ぐらいに帰ってくるぐらいの、あそうですね、3秒ぐらいじゃないですか、即答基本的に僕はあの WhatsApp をオンラインにしてるんで早いですね、常にオンラインで、はい、一瞬で帰ってきたことがありますね、はい、やっぱりその人の気持ちには常に応えていかないといけないっていうそのね、お坊さんのそういうスタンスがありますから、すごいですね、はい、なんか今日台本作り込んできたかのようにあのアドリブです、もうこれそうね、4日か3日前ぐらいにお願いしたんですよ、このそうですね、今日ちょっと、ね、よかったらゲストで出てくれませんかって、すごい、じゃあ作りに作り込んできた台本を今、そうですね、これ台本作ったのが某たこ焼き屋のワイスケっていうやつがこうね台本作って、あそうですね、そう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 、ワイスケさん、まあ、先輩ですけどね、うん、その人が台本作ってこれやったらいけるんじゃないのみたいな感じで、そうなんですよ、ね、このたこ焼き屋のねワイスケ君はあの、はい、昔から知ってすごい僕お世話になっててね、ここら辺にこうワイプでこう出てますからね、写真がね、こうやって、ね、そうそう、まあ本人あの顔出し NG なんでだいぶ日本でやらかしてんのかして、ね、ああそうかそうかそうか、冗談ですけどね、まあ、それはまあ置いといて、はい、まあ、そのうち彼にも出てもらいたいなと思って、まあそうですね、やっぱりこういうゲストって呼ばれるのって何年、いや初めてなんです、あ、コラボで一緒にやったじゃないですか、音楽とかなんかこう、あれはね、直接こういう対話形式じゃなくて、はい、のメッセージをもらって撮ってもらって、あでそれを、僕が編集して、はい、でその人のミュージシャン、そのミュージシャンを紹介するっていう感じなんですよ、だからこの対話でやるのは本当に、初めてで、本当に記念すべき第一回なんで、これでね、視聴回数伸びひんかったら、もうこれ、あれですよね、どうしようかって感じですよね、お互い関西人なんで、面白いこと言えるかなと思うんですけど、いやいや、なかなかね、難しいです。お互い、はんなり系なんで、京都と奈良っていうね、もう、はい、いきなりぶっ込むとね、本当ね、東四郎ほどぶっ込めばぶっ込むほど、気温がどんどん下がっていくっていう、最後ね、油汗かいて、僕は喋ってたら、だんだん上がってきますから、ね、はい、それはその飲み物のせいではなく、聖なる水のね、水です、これ僕が火事祈祷した水です、これだからですよ、もうこれ祈祷済みの水は一番ね、祈祷済みの水なんで、これ本当に、ちなみに言うと僕は祈祷済みのこのマスクもあるんで、よかったら皆さん、そうなんですよ、メール入れていただければ、これは配送できます、日本にも、日本はいきます、配送料の方が高くつきます、間違いないブラジルは届かないかもしれないですね、そうそう、もしかしたらね、まあ、ぜひブラジルに来られた際には、はい、ぜひよかったら参拝の方からしに来てください、うちのお寺ってそのいわゆる、まあ、禅宗っていうお寺で、はあはあ、曹洞宗っていうお寺で、福井県に永平寺っていう、はいはい、修行道場があるんですけど、はい、まあ、そこであれですね、僕4年ぐらい修行してて、お、まあ、それの間の研修の時にこのブラジルに来る機会がありました、1ヶ月半ぐらいですかね、でサンパウロ、その今僕がいる仏心寺っていう、うんうんうん、サンリベルダージのあるお寺なんですけど、はい、まあ、そこに行って、まあ、そこで研修させてもらって、はい、まあ、そういうのもそういう縁があって、それは2012年の話なんですけど、あ結構前ですね、結構前なんですよ、約10年ぐらい前、そうです、でそういうのがあって、なんかずっとその永平寺修行しながら、またあそこ戻りたいな、戻りたくないなっていうふうのがあって、で僕こっち戻ってきたんですよね。それが2014年の話です。はいはい。そう、自分で希望出して。希望出して。うん、自分はブラジルで。そうですね。ブラジルでちょっと真面目なことやりたいっていうふうに、はい、思って。それで選べるんですか、自分で。こう言いたいっつって。結構選べるんですけど、その時はたまたまそのブラジルにいた前任の人が、もうそろそろもう十何年いたんで帰りたいみたいな感じになってて。まあ、それでどうなんやろうっていうふうに本部の方にかけてみたら、あそろそろじゃあいいから、まあどう田原君みたいな感じで、おいいっすね、タイミング的にね、絶妙なタイミングなんですよね、素晴らしい、これは仏教用語で言うと縁なんですよね、あすいません、なんかこれこういうチャンネルできました、ね、大丈夫ですかこれ、いや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 、法話っていうか、ね、こういういやいや、そういうありがたい話してもらって、ね、ありがたい話系ですか、このチャンネルも得が上がりますよこれ間違いなく、この得で本当になぁ、こうグワッていっちゃうからな、ほんまになこれでね、ほんま一気に5万回ぐらい、5億回ぐらい再生されたらいいっすね、そうですね、で、それ、これ広告
僕全くついてないです。あの鬼のようにあの登録者数少なすぎて。ああそうですか。いやまあこれで、まあね、多少まあ3人ぐらい増えたらいいですよね。いやいやほんまに3人で増えてくれたらほんま最高ですよ。なので皆さんぜひよろしくお願いします。あのチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そうですか。まあそんな感じでですね、まあお寺ってこういろんなね、あの宗派があるじゃないですか。はい、そうですね。その中でもまあ曹洞宗結構古い方、まあ、古いで、まあ、鎌倉時代からある、ね、あの宗派なんで結構古い、まあ、座禅っていうそういうのを中心に ね、させてもらって、まあ、心を整えるといいますか、心と体を整えるっていうのがうちのその宗派の基本になってて、だからその、はい、なんていうんですかね、お寺でこういう例えばライブとかなんかイベント、他の例えばね真言宗とかサンパウロではないんじゃないですか ね。今日本のお寺では、例えば曹洞宗の私の友達のお寺とかだったらやってるところあるんですよ。でやっぱりそういうところも、はい、結構ジャズって多いですね。ジャズが多くて、だから逆に言うと私もその受け売りっていうか、受け売りって言い方ですよね。正直ね悪いけど、あの悪いですけど、いやいやいや前例があるというか、ね、前例があるんで、はい、そうやってそういう風にやってるところがなんか15年ぐらいやってるのかな、静岡のあの後輩のお寺なんですけど、はいはいはい、まあ、そこでずっとやってらっしゃってるっていうのをあの SNS でそう知って、そんなずっとやったはんにゃーと思って、でたまたまその、まあ、住職とかも、まあ、そういうのに興味のある方で、であの理事会というかお寺のその従業員とか、うん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 、その運営してる方々も、あそれ面白いんじゃないのみたいな、面白いっていうふうに形で、じゃあやりましょうよっていうことでやらせてもらったんですけど、はい、いやーよかったですよ結果。ほんまになんかクソみたいな仕上がりにならんくてね、僕もほんま。いやいや、だから本当に来たみんな、まあ、大体基本的にはその、翔士さんのね、お友達だったりとか。そうですね。でも多少ね、そのお寺の関係者もね。あ、そうそう、それが良かったですよ。うん。うん、だあれがすごい評価あって。そう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 。うん、なんかね、なんかもうちょっとこう、僕のね、ライブの、 あの動画の方見てもらったら分かるんですけど、作りがこう真ん中に畳があって、うん、アコがちょうどこう座ってもいいというか、そうそうそうね、開放されてるんでね、はい、だからなんていうんですかね、ああいう環境でこうライブ見れるってなかなかブラジルやとないんですよね。興味ないと思います。だからあのまずブラジルって地べたに座るっていう文化がそもそも多分ないと思うんですよ。ないっすね、まあ、芝生とかそういうのは別にして、そのあの家の床に座るっていうか、ライブハウスでも床に座るっていうのはないと思うんで、だからああいうスタンスでこうね聞いてもらうっていうのは、ね、しかもお寺だしこう入ってきた時に多少やっぱこっちの人ってイグレージャ教会っていうイメージがあるんで、そのなんかこう心を落ち着けて入らないといけない、ね、いけないっていうか、なんか自然とそうなって入っていくんで、だから音楽っていうものにこう集中フォーカスできると思うんですよね。ああいいいいそう、うん、だからそういう感じのもあって、なんかすごいあのお寺はまあ、僕にとってはすごい特別な場所というかね。ああそうですか。もういいとこなんですよ、うん、やってみてどうでした？いや良かったですね。まああのまあ1回 2回ですね、合計で2回ライブの方はさせてもらったんですけど、まあ1回目ももちろん良かったんですけど、2回目の方がもう少しこう自分の中ではなんかこう一つなんか見えたというか、音の感じとかね、ああそうですか、曲のアンサンブルの感じとかがすごい、はい、あの良かったですね、はい、うん、感覚でしたね、まあ、一応ちょっとね1回目の方はね、何て言うんですかね、横でしたよね。そう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 、はい、横から真横にして、うん、あのこうセットを組んだんですけど、うん、2回目の方は正面にこう向かって立つというか、そうですよね、はい、そういう位置にして、まあそれがまあ良かったのか。だから見てた時やっぱ誤差しましたもんね、やっぱね。あ、ほんまですか、うん、死んでました。いや死んでんじゃん正面お、こうあのお客さんが、お客さん来てる人がみんなこう、あの、ありがたい、そう、光を受けてるような、そういう雰囲気でしたよね。やっとね、お客さんの中でも白目向いてた客もいましたけど、光強すぎて。何を言うてんねん。光強すぎて、もう、白目向いて。そうそう。ただまあね、2回目ライブやらせてもらったのがね、もうコロナのこういう状態になってからやったんで、あんまりお客さん入れてなかったんですよ。だから制限して、だから20人か30人ぐらいでっていうふうに、まあ、その、ね、行政からもそういう、東京からもそういうのがあったんで、まあなんかそういうのもあって、
まあありましたけど、まあ、まあでも厳選されたメンバーというか、なんていうんですかね、そうそう、もう本当にもうこうえりすぐりのね、このお客さんやったらこれもうこのお寺にほんまふさわしいわっていうぐらいの、ね、ね、面接に面接重ねて、面接したんすか？まあ、してないですけど、ね、面接重ねてはいないんですけど、僕の心の中ではね、はい、ほんまに、はい、すごいこの人やったらどうだろうなみたいな感じで、いろいろ、なるほどね、まあ実際あのまあ、ランダムには出してないですけど、まあ、そうですね。まあ、それでもやっぱりね、なかなかみんなこんな状況やから、出にくいですね、家が。難しいですよ。で、今ちょうどその、サンパウロなんか、今こう撮影してるのが、あの、放射ですよね、ファーズ放射。ああ、そうそう、今ね、あの、緊急事態宣言が。赤っていうのが今まで最高、最低というか、一番やばいっていう、そういう状態だったのが。フェーズ1はね、今それさらにこうね、紫になって。飛び越えて、紫になっちゃって。まあ、ほんまは3月の後半31日でそれが、まあ、終わるというか、まあ、一応そのフェーズ自体は解除っていうことだったんですけど、それが続いちゃいましたよね。そうそう、だから今こんな状態やしね、うん、なんかなかなか難しいですけど、うん、まあ、お寺の方も今閉めてはりますもんね。もう完全に閉めてて、まあ、オンラインだけのお参りというかそういうふうにしてまして、そうそうそう、うん、だからなかなか厳しいですけど、うん、ね、まあ仕方ないですね、うん、とりあえず今は耐え忍んでね、耐え忍んで、そうですよね、うん、本当に。だからやっぱお寺でぜひね、そういう音楽聴いてもらいたいですね。あ、そうですね、だからぜひね、これの動画見て興味ある人はあのぜひ一度今度ライブやるときにあの、うん、連絡させてもらいますんで、しますんで、ほんまに、ぜひぜひ。航空券ぐらいはやっぱりお寺で。どういうことですか？日本から、ね、日本からもし、どういうことですかそれ、パックで、え、どういうことですか？ JTB とか、ね、JTB で、ね、こちらクイックリトラベルとかそういうケースよね。やばいですね、名前バンバン出してピーって出るんじゃん、これちょっとあの、うん、後でもう講義のメールが来るかもしれない、うん、出てくるかもしれないけど、まあそんなね、まあ、それあるんで、まあそれは冗談ですけど、まあ次やるとしたら多分また配信の方、2回目はちょっと配信させてもらったんですよ、ライブね。ああ、はい、なんで配信の方させてもらうんでね。でもやっぱり思うのは、うん、その実際こうお寺に来てもらってあの聞いてもらうと全然違うと思いますね。あ、そうですね、やっぱね、生で聞くのとやっぱりこの画面越しで、そうそう、全然違いますね。やっぱ画面越しで聞けるっていうのははっきり言って目と耳しかないじゃないですか。そうなんですよ、バイブレーションがないんですよ、うん、バイブがね、そう、目と耳しかないので、だから入ってきた時に例えばお線香の香りだったりとか、でそれが鼻に感じますよね。そう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 、うん、でその自分でそうやって誰かとこう話したりするじゃないですか。あ、そう、あ、久しぶりとか、ね、こんにちはとか、あ、庄司さんよろしくみたいな感じで、そういう感じで、ね、そういうね、このコミュニケーションとか、ね、コミュニケーション取るだろう。ちょっと待って、今目と耳と鼻と口と、まあ、あとどこやったっけ、あとはもう第六感だね、体っすよね、直感っていうか、やっぱ体でそう感じるっていう、ね、全身でやっぱりそのバイブレーションを感じて、どうしてもその YouTube だとどうしても目と耳だけになっちゃうんですよ、うん、さあ、そうですね、うん、まあこのチャンネルはまあそういう感じなんで、それちょっと、でもそうやけど、だからこそ良くなったらこうやってこう来てもらうっていう、そういう導入として、いいっすね、うん、だからやっぱり生で見る、うん、見て感じるっていうのは全然こう違うと思うんで、いや、全然それはあの、うん、間違いないですよ、うん、だからね、僕もあの日本で、次ね、このコロナ終わったら日本でもライブやらせてもらうんで、ぜひ。お、マジっすか、永平寺さんね、大丈夫ですか、永平寺さん、だから総本山で、いやいや、永平寺は僕のそういうなんか軽いのでいける、大丈夫ですか、だからあの無理なんか手紙かなんか書いてもらって、手紙を書くしてもらってね、書くけど誰もやったことないからね。門番であの、誰もやったことないからね。関所ないから。ちょっと、ないし、疲れた。誰もやったことないから。ケレみたいなこと言われる。音楽やったことないですかね。永平寺。どうなんすかね。そうないですか。永平寺は正直ないですよ。で、うちその、曹洞宗って二大本山なんですけど、はいはいはい、福井の永平寺と横浜の曹洞寺っていうのがあって、はい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 、横浜の方でまあそういう音楽祭みたいななんかやってるんですよ。それなんでかっていうと、町のお寺なんですよ、ね。ああ、町中にあるからね。あるんで、やっぱそういうのに、あの、なんていうんですかね、融通が効くというか、まあ、寛容っていうか、はいはいはい、そのあの福井の永平寺の方は本当に山の中にあって、だからこそやっぱりガチの修行みたいな感じになってるんで、だからね、そこいうとこでやっぱりやらせてもらうっていうのは、まあ、もうほんまに、まあ、あの撮影とかもヘリね、上バーって飛ばしたりとかしてね、うん、もうすごいえぐり込むように、あの、いやー、100台ぐらい動いて、これはちょっと
とね、まあ、許可出そうですか。ちょっと、まあ、もうちょっとあの、ちょっと要検討で。もうちょっとあの、役職が上がってきて。いや、僕はもうちょっと偉くなった。いや、すぐ偉くなりますよ、本当に。いやいや、そんなに言うてるんですか、本当に。偉くなりますよ、サンパルの感じでやってるか分からない、本当に、ね。いやいや、ほんまに、すごい。いつもありがたい話聞かせてもらって。いや、また聞いてないでしょ、本当に。いやいやいや、ほんま。話なんか本当に。ただでも、ね、今日はね、なんかだいぶ真面目な話してくれるんですけど、いつもはもうちょっとね、あの飛び抜けたとか、張っちゃうけたとかいうか、ほんまに。いやいやいや、何言ってるんですか。僕の中ではほんま、破壊そうやと思って。いやいや、破壊なんて何もしてないですね。破壊は何もしてないです。いやいや、あの、ヘグラを破るって、ヘグラっていう、ね。あ、分かってますよ。常識を破壊ってのは潰すんじゃなくて、そうです。貝を破るっていうのね。うん、決められる。まあ、それは冗談ですよね。まあ、ないっすからね。まあ、今回の第1回目なんで、あの、ちょっと、もうちょっと真面目な話で。あの、まあ、そうですよね。今日は締めくくろうかなっていう感じで、はい、今日はね、そうですね、まあいろいろまだまだ積もる話もあるんですけど、これを1回分の、動画だけで やるのすごいもったいないんで、そうです、まだ第2弾ありますから、第2弾、第3弾、第4弾どんどん続けていきたいと思うので、あの視聴者さん あの登録者登録とあといいねの回数によって、そうそうそう、これが次続くか続かないかっていう、あ、これはもう、ね、ありますよね、これは間違いないですよ。そうですよね。大丈夫ですか、ちょっとだいぶ水の、いや、やっぱこう喋るとこう、あの本当に喋るとすごい体が熱くなって、激闘済みの水が効いてきたんかして、いや本当に熱くなってくるんで、いや、もうまあ大丈夫ですよ、これ大丈夫ですか、はい、じゃあ水を最後グッと飲み干してもらって、じゃあ、はい、いや、まだまだ今度あの一回お寺でそのパンデミック落ち着いたら、あ、ぜひぜひやりましょう、やりましょう、はい、やらせてください、ぜひ、はい、お待ちしておりますんで、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、今日のスペシャルゲスト、田原良寿副住職さんでした。どうもありがとうございました。はい、お待ちしてます。皆さん、あの、よかったらチャンネル登録忘れずに、あと、いいねボタンよろしくお願いします。あと、概要欄に、曹洞宗の、Facebook のリンクと、Instagram のリンク貼っときますんで、ぜひぜひフォロー、チェックしてみてください。はい。ではでは、またお会いしましょう。またねー。